柏レイソル背番号3番高橋裕二です。僕は息子のおむつ早替えに挑戦したいと思います。はい、それではおむつ替えをしたいと思います。いきますよ、よーいスタート。よし、動かんといてやぜ。動かんといてや。よし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 、結構いいんじゃない？うわ、こんなに耳出すんだろうし、こんなに出すんだろうし。はい、はい、終わりました。はい、結果は30秒12でした。赤ちゃんがいる家庭はぜひチャレンジしてみてください。自粛生活は続きますが、笑顔を忘れず家族で素敵なお時間をお過ごしください。皆さんこんにちは。柏レイソル背番号28番豊島幸郎です。おうち時間が増えて料理をすることが増えたので、イワシのオーブン焼きを作っていきたいと思います。今日使う食材です。イワシとアスパラガス、ほうれん草、トマト、しめじを使って作っていきたいと思います。イワシは塩で、アスパラとほうれん草はだいたい 3-4 センチ切っていきます。でトマトは半月で、しめじは石突きを外して、それぞれを分けていきます。まずはオリーブオイルを耐熱容器に、そしてイワシを身が上になるようにハーブソルトを振ってください。で、さっきの食材をバランスよく、彩りもよく見ていくと思います。で最後にパン粉とチーズ。僕はこのチーズが好きなので、チーズを多めに振っていきたいと思います。このような形にしていきます。オーブンは予熱ありの180度でやっていくんですが、なんと僕の家では日立さんのヘルシーシェフを使っています。引っ越してきた時に家電屋さんでおすすめされたので、即決にし。こちら入れて15分でやっていきます。はい、出来上がりはこんな感じです。イワシはちょっと見えませんが、彩りよく美味しそうにできたんではないでしょうか。はい、出来上がりました。こちらですね。今日はちょっと別に作ったオムライスと一緒に食べていきます。いただきます。すごい美味しいです。ヘルシーシェフのオーブンを使って全体に火が通って、最後チーズもカリッと出来上がってて美味しいです。ぜひ皆さんも僕の料理を見て真似して作ってもらえたらなと思います。またスタジアムで会いましょう。柏レイソルの桐畑です。皆さんステイホーム中いかがお過ごしでしょうか。僕は植物をめでてますね。あんまり面白くない動画ですけど、エセやぞ。お魚さんたちはステイ水槽で元気に過ごしてくれてます。みんなも大変な時期ですけど、ステイホームで頑張りましょう。これは前見てハマったブレイキングバッドの主人公、ウォルター・ホワイト。これにね、ハマったんで、僕も前、アリオで作ったんですよ。もう、恋だらけですか。ウォルター・カズシです。見てますかね。レゴコレクションはミニクーパー、ビートル。フォルクスワーゲンバス、そして
ついに完成した。ディフェンダー。この4兄弟と。ステイホームが長くなったので、フィアットも欲しいなぁなんて思ってます。シャーレイソルの小屋ひろとです。僕のおうち時間の過ごし方を紹介します。